朝8時の気温は 15.6 度です。夜はちょっと冷えたね。そうやな、うん、だからかあの電気もしたけど、外の方が暖かい、中の方が14度って言うのかな、うん、そうなってる、うん、まあ快晴です。雲一つないね今日、うん、道の駅すさみさん、お世話になりました。お世話になりました。ありがとうございました。ところちょっと寄り道したいと思います。はい、それでは今日も安全運転でよろしくお願いします。ゆっくり走っていきます。はい、日本同様のその到着ではないか、ここがね、日本同様のその同様のその公園到着しました。2半市ぐらいな、うん、はい、お疲れ様でした。お疲れ様です。そっからそこやけど、はい、じゃあちょっと行ってみます。ちょっとここで、ま、案内マップ見よう。現在地がここやな、ダイの向こうまで行った展望台とか遠いね。ああ、ここにほら春日神社とかがあるんだ、うん、めっちゃ遠い。そこを渡ってばこっちから、うん、あ、展望台、展望台まで行こう。ここまでやな、どうせならな。こっちはちょっとどうやって行くのかな。まあとりあえず行ってみま す、うん、ます。これ音楽鳴るのかな。そうや、行ってほしい。マリと殿様、鳴ってる。あ、ここに書いてるわ。てんてんてんまりてんてんまりだって。わあ、景色いいな、うん、気持ちいいね。うまいな。そこ押してみなさい。ここはポッポッポハトポッポ。でもさっきの音楽がまだ流れてるよ。流れてる。それ押したら変わるんちゃうか、うん、変わるのかな。あ、ダメだ、あれが終わってからじゃないと。そうやな。てんてんまり同様の散歩道歩いてみたいと思います。口ずさみながら歩こう、うん、じゃあ行こうか。はい、行きましょうか。てんてんてんまりてんてんまり。おお、絶景かな、絶景かな、絶景、うん、あ、でも透き通ってないのか、あれ。めちゃくちゃ綺麗。めちゃくちゃ透き通ってる。透き通ってる。おお、すごいすごい、綺麗。赤トンボだよ。あ、ちょっと待って、赤トンボ押して。あ、勝手に流れた。勝手に流れてきた。こっち歩いてきたら流れるよな。センサーだ、センサーついた。あ、センサーだ、うん、さあ、歌ってください。まだか、イントロか。夕焼け小焼けの赤とんぼまで見たのはなぜ泣くのカラスは山に。まだまだあるよ。そうだな。次々音楽が次々流れてきてる。タッタッタン言うてる、うん、面白いね、うん、次何かな。雁の花が咲いているよ。してるよ。霞んでる。恥ずかしいわ。宝塚風に歌ってる。さっきのここ抜けてくるね。日本の花が宝塚風。もっともっと宝塚音か役風。次は何かな。メダカの学校だ、次。面白いね、うん、ここ行ったらまた流れてくね。ここまでいいかな。流れない。これは流れない。メダカの学校はここは流れなかった。なんかあ、これは展望台って。これが展望台。うん、これが展望台。おー、登っていこうか。うん、あ、気持ちいいね。
すごいよ。そうか。すごい絶景。絶景。おお、すごい。わあ。わあ、すごい。土曜の園の、あの展望台に来ました。見たいながら来ました。絶景です。絶景です。見えるかな。すごい。眩しい。すごいね。おお、はい。すごいです。すごいです。身は広いな、大きいな。本当に広い。まあ、広いな。すごいとこはね、意外とな、てるてる坊主、てるてる坊主、てる坊主、音鳴らんのかい、音鳴りません、鳴りません、一緒に歌いたかったのに、音鳴りませんね、うん、あ、こっちでもさ、このまま行けばさ、島行くんか、おお、S 崎島へご案内だって、うん、左の階段を降りて海辺の道から天然記念物の S 崎島へ渡れます、行っちゃう、うん、あっちも何かあったね。S 崎島へ行ってみます。結構急だな。気をつけてよ、キナみたいにこけないでよ。はい、わ、はい、かりました。じ気をつけます。下見ててよ。動画撮るのに夢中になってた。1度あることは2度ある。そうそう、2度あることは3度ある。もうあの靴もまだ濡れてます。昨日 G は海にチャポンしちゃったから。おお、絶景すごい。おお、あの橋まで渡れるの、すごいとこ来たね。神社やな。うまいな。本当に綺麗。よいしょ、頑張って降りよう。まだまだ階段が続いてます。ねえねえ、すごい絶景よ。おお、すごい絶景やな。すごくないこれ。こんなとこがあるの本当に知らなかった。な、波の音も聞こえるし。素敵。わあ、行こうか、あそこまで。ちょっと風の音で多分皆さんうるさいと思いますけど。うん、キャンプ、バーベキュー、長時間の駐車公園に来る。このところでバーベキューする人おるのかな、うん、わー、見て、ほんまや、すごい。昨日さ、うん、泊まったところ、あー、ほんまや、あそこから見てるな。あの、このホテルが夕焼け、このホテルの温泉に昨日入って、その横の道の駅で車中泊させていただきました。見えてたもんね、この島がね、うん、だからかなり遠いかなと思ったけど、うん、割と歩いて行けるんだ。水がまだ透明で綺麗な、うん、水が綺麗。須崎橋、あそこは何？神社？うん、黒潮がもたらした暖地性植物群落だって。小さな水路に隔てられて島になっています。島の周囲は海食街で囲まれた。かつては海底だったんだって。ああ、そう。海底だったところが隆起して平らな地面になって。へー、すごい。平均気温は 17.4 度。なんかちょっと空気が変わった感じがするね、うん、この辺は結構。じゃあちょっと結構あるね。でもせっかくここまで来たから、ここの上かどうかは分からんけど、ちょっとこの階段は大変そうなので、うん、こっちの道のりで行きます。どっちが正しいか分からないけど、うん、どこまで行くのかな。なんかちょっと怖くなってきちゃったな。大丈夫です、ね、さっき前に行ってた人たちはどこに行ったのか、うん、誰かいてたら安心なんだけど。ミーはビジですか。方向がこっちですとかっていう矢印がないから、うん、まあ神社もな、うん、でもやっぱあの階段じゃない、灯籠みたいなのあったもん。戻る、うん、だいぶ向こうだから、うん、戻るか。だからちょっと戻ります。だってあの灯籠があるから、あの上上がったところに多分、うん、そんな遠いとこないやろ、うん、はい。え、なんかそんな変なこと言わんとって。Gがなんか大丈夫だよ、獣の匂いする。イノシシの匂い。わざとビビらすから。早く、しんどいけど。ファイト、ファイト。なんかさ、ちょっともうどこに何、どこにあるか分かんないし。ちょっと怖いんで。
戻ります。せっかくここまで来たけど、あの絶景が見れただけで十分です。っていうか、前に歩いてた人はいないと思う。どこ行ったんかな。どこ行ったか、実はね、さっきさ、ほんの前歩いてたよね。あ、来た。これ、どこから行けるのかな。こっからすぐ行けます。そのな、この先何があるんですか。はい、ここの上じゃないんですよ。どこ行ったらいいか分からず戻ってきました。なんか東大も行けるんかなと思ったんですけど、それはちょっと行けない。あ、そうなんですね。結構距離あります。いや、でもそんな坂もこんな別にないんで。あ、じゃあ行ってみます、せっかくなんで。すいません。こういう感じ。あ、回る感じ。あ、なるほど。わかりました、ありがとうございます。行ってきます。やっぱりこっちでいいのか。そうや、途中まで行きかけたの。途中まで行って戻ったけど、よかった。前に行ってた人がどこに消えたか心配してたら巡り合いました。いや、こっちが行きはったよな。そうです、親切に教えていただきましたね。教えてきました。よかった、ありがとうございます。これで安心して向かいます。ちょっとまだここ苔がいっぱいあるから。なんて苔を踏んだら苔る、はいはい、みたいに。まだ苔るで。そんなこと言うぞった。もう苔ません。あれ、海苔って書いてノリって読むんだよ。そんなん誰でも知ってるやろ。海苔とは言わんやろ。海苔、岩のりやろ。岩のり、岩のり、あれは岩のりなんかな。岩のりやろな、ノリみたいなのが剥がれてとった、うん、結構足きくな。昨日の足のそうだから、ほら、接待し、そう、ジーは接待し、昨日、海にチャポンってしちゃったから靴がびしょびしょんで一日だっても乾いてないから、うん、今日はセッタデーやから足余計疲れるね。あ、ここ来たら遊歩道って書いてた。こっち右に行くと遊歩道ね。じゃあ行きましょう、はあ、じゃあそっちまで分からんからな。このまま進んで高い、あの階段の方行っとった。そうそうそう、やっと到着しました、うん、あ、こっちから右やん、階段。さっきのとこもそれやもん。あ、そうなんや。あ、ほんなさっきのが近かったんだ。そうや、あ、ここから上がってもうそこやった。ではお参りしてきまーす。行きます。結構距離あるね。うん、でもさ、早く帰らんさ、あそこ満潮になってきたりせえへんの。うん、早く帰ろう。2時ぐらいが干潮やから大丈夫。大丈夫、うん、今行きましょうか。まあ、神聖な空気が流れてるね。そうやな、気持ちいい。大きなこの、ほら、これすごいよ、大きな木。すごいね。なあ、ずっとなんか侵食されて、侵食されてな。平成23年にできたか。行こっか。もう行こうか。さあ、じゃあ、あの、イノブタラーメン、うん、イノブタ食べに行こっか。ちょうど昼前やし、うん、じゃあこの景色にお別れして、美味しいもの食べに行きます。同様のそんなさん、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。なんかめちゃくちゃ楽しかったね。うん、そうやな、神社まで行ったし、また絶景も見れたし、ええ運動だった。ええ運動だった、うん、じゃあお腹が空いたので、うん、それからご飯食べに行きましょう。道の駅の横なんかな、三木食堂っていうところに猪豚ラーメンを食べに行こうと思います、うんうん、はい、はい、猪豚ラーメン屋さんもいっぱいちゃおうかな。あれかな、ちょうどお昼時、うん、今ちょうど12時ちょっと回ったところかな。まもなく到着します。三木食堂に到着しました。
私これが食べたい、稲豚ラーメン。もうラーメンが食べたい。稲豚キムチ、いい匂いする。これが稲豚。ラザーじゃなくて麺。食堂さん、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。イノブタラーメン、うん、どうだった？よー、あっさりしてる、美味しかった。あっさりしてるけども、うん、コクがあるから、出汁、うん、が効いてて、うん、美味しかったな。美味しかったね。臭みもないね、うん、イノシシと豚。イノシシがお父さん、うん、豚がお母さん、お母さんで、イノブタ。お、右も絶景だ、よそ見したらあかんけど。なんかあのスープもすごいあっさり系の、うん、なんかほら、和歌山市内で食べたさ、天かけラーメンのスープに似てなかった。そうやな、ちょっと似とった。天かすも入ってたやん。そうそう、あそこが、ね、うんうん、似てた、ね、美味しかった、うん、好きな味でした。 でもさ、後ろで食べてたさ、うん、猪豚焼肉丼も美味しそうやったね、うん、じゃあ みんな丼ぶりってことかな。みんなラーメン食べてるの私らだけやと、うん、もしかして猪豚焼肉丼が美味しいんかも、うん、そうやな。じゃあセサミを後にしまして、はい、とりあえず大阪方面に向かって帰ります。はい、この先道の駅があるようなので寄ってみます。ちくまのおしまじゃあ小さなみかん屋さんだって3つもらいます。100円、200円、300円、3個買ってきたよ、うん、ありがとうございます。大阪に帰る予定でしたが、はい、ちょうど道々にススキも綺麗だったので大石高原に寄り道することになりました。今日はお天気もいいし、ススキもちょうど見頃だということで、見えてきたね。わあ、綺麗な、すごい。今日は最高のお天気じゃない、うん、第一駐車場、平日なのに、うん、満車です。第二駐車場に上がります。うわ、なんかすごい坂道、怖っ。でもすごい綺麗に行ける。綺麗な綺麗なのはどういうの。一応これすごいね、うん、今第三まであんねん。ああ、そうか、無理やもんな。寒いね。寒い、寒い。じゃあ綺麗、おう、綺麗ね。綺麗ね。こっち綺麗よな、見て、うん、この感じ。うおー、綺麗、すごいね。来ました、すごいよ。わー、風もすごいからちょっとあれかもやけど、すごい、めっちゃ怪しいステージ。ええで、この景色。寒いね。うわ、上が綺麗わ。あの石やろ。あ、そうそう、あれはちょっと怖くていけないよね。どっから見たらいいの。あ、ここが綺麗、うん、うわー、なん、絶対よ、乗らんわ、怖い怖い。いけいけ。いや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 、絶対いやいや。ほな、並ぼ、うん、とりあえずちょっとあれは要せんかな、うん、昨日のこともあるからちょっとやめとこう。これ若い子しかやってないし、年は、うん、なんとこうや。いや、覗きに行くだけや。どんなんか覗きに行く。ほんまに気ぃつけてや。なんか滑れへん。滑れへんよ。ありがとうございます。地が行きました。怖いよ。うわ、もうその辺でやめといたら。怖い怖い。もうそれで十分十分、滑らんでいい。いや、怖い。でも滑らんでいい。もういいよ、いいよ、いいよ。怖い怖い。オッケーオッケー、十分十分。怖い怖い。帰ってきました。帰ってきました。すいません、今先に。どうぞどうぞ。怖い。見てるだけで怖いわ。昨日海の下からな。そう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 。存分に堪能しました、和歌山県。はい、
楽しみました。2泊3日、1日目はメルキュールみなべで泊まって、うん、で2日目は道の駅すさみとでも景色もよく、うん、ね、いいところやったね。そうそう、いろいろトラブルもありましたが、 G が海に落ちるというトラブルもありましたが、はい、楽しい3日間でございました。はい、そうでした。はい、皆様最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録をよろしくお願いします。お願いします。では G、気をつけて大阪まで運転よろしくお願いします。はい、ゆっくり運転して帰ります。はい。